えー、こんにちは、えー、吉原さん、えー、今回はですね。お申し込みありがとうございました。はい、以前もですね。あのポチポチセミナーの方、お申し込みいただきましてありがとうございます。はいまあ、今回のやつなんですけど、チョイスしていただいたのがえー、47都道府県とマトリックスとダイヤモンドチョイスありがとうございます。はい、まあ,あの47都道府県の映像はですね、えー、今多分10。 今14都道府県か15都道府県かなやってますのでそんな映像はこの前の横浜セミナーのやつももう編集してアップしてますのでまあ見ていただければなと思いますでこのマトリックスセミナーは結構ですね2日間やりました2日間やって結構2日目がすごく多分いいと思います2日目は参加者の方1人しかいなくてもうなんかコンサルみたいなセミナーになったんですねあんまりその 普通のセミナーとはちょっと違う感じのなってるのでその参加していただいた方の悩みをもとに全部こう話していってるので、あのーまあ、その参加していただいた人の悩みが大体いいネットビジネスでう,うまくいってない人の悩みと同じ共通点なので、まあ、その2日目見ていただけるとは一番いいのかなと。 あとダイヤモンドに関しては、まあ、僕塾や今ドリームアカデミアって塾やってるんですけれどもこのフォローアップ勉強会毎月やってるフォローアップ勉強会の映像になりますでこちらはですね、まあ、ずっと20僕が60歳になるまでずっと勉強会やってきますんで、まあ、映像コンテンツもですねずっと追加していくっていうコンプリートボックスは47都道府県まで全部追加していきますしこのダイヤモンドの方は えー、僕が60になるまで今今年で35なんですけど、えー、15年ですかねえっ 25? ん ?15 年ですかね、えー、追加してきますのであのー、あっ違二25年だ25年ですね25年ですすいません25年ですはい、まあ、僕が死なない限りずっとやってきますんでまあ、えー、塾でどう僕がどういったことを教えてるのかとか まあ,あとはですねあの、まあ、基本的にその塾の本講義は見ることはできないんですけど、まあ、大体まあそれ見ていただければ分かるんじゃないかなと思います結構そのフォローアップ勉強会でもかなり濃い内容をまあお話ししてますんで、まあ、本講義見なくてもそれで十分こと足りるのかなと思いますで塾の本講義の方はそのまあ具体的なこの何をやるっていうところをまあ 講義でで細かく作ってるんですけど、まあ、実際そのこの前のそう,そう横浜セミナー47都道府県、えー、申し込んでいただいて47都道府県の横浜セミナーで僕のセッションで SNS で何をやるのか決めてくださいみたいなことを言ってるのでまずこの前そのインスタグラムのセミナーの。 使っていただいたただと思うんですけど自分が何やるのかっていうのを決めていただいた上でまあそのフォローアップ勉強会とか見ていただくとまあその入ってくるのかなっていうところですねまあ結構ありますんでこれも多分101213 10個あると思います結構ありますこの今現状としてやってるやつあの勉強会の映像もはい、まあ、今回ありがとうございます また分おそらくですねもうこのこの3つ見て見ればもうほとんどネットビジネスってどういうものなのかとかあとやり方だったりとかほぼわかるんじゃないかなと思いますであとは実際にやっていただいてわかんないところがあればメールいただくなりあと僕毎日ライブやってますのでライブ放送でちょっと質問していただくなりまあこの勉強してるんだけどここがよくわかこれやってるけどうまくいかないとかやり方がちょっとわかんないっていうのがあれば、まあ、メールいただくなりまあ ライブでご質問いただくなりしていただければいいのかなというところです。はい。あのまあ世間ではですねゴールデンウィークあ終わったのかな終わりましたけどまあ2017年もあっという間にもうね4月終わって5月入って多分まあ5月もあっという間に終わっちゃうと思うんでまあ時間っていうのは本当早いです。なんで、えー、まあ買っていただいてるいうことはなまあ自分の何かを変えたいと思って買っていただいてると思うんで。 まあ、ぜひ変えていいいたただきたいなと思いますで僕もその10年前こんなことやねやるとは思ってなかったですし、うん、まあこれは結果論なんですけどやっぱインターネットが出てきたことによってもう本当に全部変わったんですよ。うん、で最近は本当に YouTuber みたいなのも出てきて分かりやすく、まあ、インターネットでそのお金が一人でもこう。 生きていいけるというか、まあ、Google が好きなことで生きていくみたいな CM を出したりとか、まあ、そのインターネットのインフラが整って個人でもこう情報発信することができて、まあ、そこで集客できたりとかそこで集客してまあ広告を入れられたりとかいろいろできて、まあ、そのインターネットでお金を稼ぐっていうところがだいぶ認知されてきたしあとはじゃあそれどうやってやっていくのかっていうところは、まあ、映像を見ていて勉強していただければなと思います。で、はい、ではですね、えー、映像かなり 量あるとは思うんですけど、多分まあこの1年この後残り今年2017年のこの映像を見て勉強していただければこと足りると思いますので、ありがとうございます。また、僕の方も新商品とか出すんですけれども、まあ別に買わなくてもこれだけで十分です。はい、頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。